この橋見えるとお父さんちって感じするよな。なんかまだ信じられないよ。私旅館の女将なんてできるのかな。大丈夫大丈夫、お母さん美人だからなんとかなるさ。なあ夏目。なんだよまだふてくされてんの。だって私しょうがないだろ、おじいちゃんだってもう年なんだし、まずまは一人で任せられないよ。夏目、もともとお父さん芸能活動には複雑な気持ちだったんだよ。女の子なんだからさ。直樹くん、女の子だからだよね、夏目。よう来たよう来た。お父さん何度お元気そうで。ああ元気だ。お世話になります。いやーカップでここに帰ってくるとはな、なんか涙出ちゃうよ。じいちゃん俺今日から取るよ。ああ取る取る、でっかいやつ。強いやつこればっかなんだよ。夏目べっぴになったの。全然だよ。まあ入れ入れ、よし入ろう。夏目ちゃん、ティーンモデルですか？かわいい、ね、でも最近仕事辞めちゃったらしくて。もったいない。なんか浮雲ってところに行っちゃったみたいです。望月夏目です、よろしくお願い。やっぱり夏目さん、お前雑誌出ちょるってほんまなの？これやこれ。ああほんまや、芸能人や。いやでももうやめたから。もったいない。夏目ちゃん、うち東屋の近所やからよろしくね。うん、うちかなって言うんじゃ。なあこう見てみん、
ほら。どうせ手よく切られたんじゃろ。こんなん都合のいい会なんぞうじょうじょおるやろ。誰にも言うなや。ねえ、あの鳥居のある場所、本当は海に入っちゃいけないんでしょ。お、おまこ、また神さんの海入ったんか。うちの父ちゃん今船に乗っとるんぞ。なんかあったらどうするんじゃ。お母ちゃん、たたられるよ。おお、そうじゃの。たたられてしまうわ。お前らは行ったかんど。天候船、お前鳥居の向こう行ったらあかんど。危ないから。前によそから来た釣り客があそこで釣りしたことがあってな。その時は海が荒れて大変だったんじゃ。偶然じゃなくて。説明するのはちょっと難しいけどな。神さんがおるかおらんかは。おるおらんの問題じゃなくて、この町のもんはみんな大事にしとるんじゃ。まったく口の軽い女やの。ねえ、あんたは信じてないんだね、神さん。信じるも何もおるし。え？神さんは普通におるわ。じゃあなんで海に入ってたの？ああ、退屈だったか。ここなんもないもんね、ど田舎すぎて。そうやってスリル味わってるんでしょ。なんかわかるかも。ほうじゃの。人生これ確かに暇つぶしじゃ。は？こっち来てみ。ええもん見したる。そうじゃの。綺麗じゃ。その頃私はまだ15で、全てを知ることができる、全てを手に入れることができる、全てを彼に差し出し、共に笑い飛ばす権利が自分にのみあるのだと思い込んでいた。私が欲しているのは体を貫くようなまばゆい閃光だけなのだ。目が回るほど、息が止まるほど、震えるほど。これでお前もたたられてしまうの。あんただって入ってんじゃん。アホ、俺はええんじゃ。海も山も俺は好きに遊んでええんじゃ。そう、ごめんね。この町のもんは全部俺の好きにしてええんじゃ。お前が退屈さ言うから遊んでやったんじゃ。逃げたイザナギに怒り、心までも汚れてしまったイザナミは、人間を一日に千人殺すと言い張ったじゃと。まあ昔から女性には優しい面と怖い面の両方があったんじゃの。ほな授業終わりじゃ。さっきとこテスト出すけど、ね、今日あいつ休みなの。うん、こうは事務人じゃけえの。こうちゃんはここら一帯を仕切っとる長谷川さんちの息子じゃけ。ああ、だからあいつあんなわがままなんだ。いろいろあるんじゃ。夏目ちゃん、一緒にトイレ行こうや。うん。こんにちは。おお、かなちゃん。これうちのお母ちゃんが持ってけって。いつもすまんの。今年もいい出来じゃね。火祭り楽しみじゃ。ありがとな。
もしもし。いや、ビッグニュースだよ。え？写真集。おう。写真集？あ、おじいちゃんただいま。あ、夏目宛てに東京から荷物が届いてるから。うん。あ、すいません。夏目ちゃんの写真集取り下ろしちゃおうって。え、私のですか？それがヒロの翔吾さんなんだって。ヒロの翔吾？夏目ちゃん知ってる？知りません。土井さんからの荷物何だった？ああ、写真集。この人が私のこと撮りたいんだって。ヒロノの称号って本当？すごいじゃん夏目、ヒロノさんに目つけられるなんて。へー、そうなんだね。すごいね。でも悪くないかもね、若くて綺麗なうちに撮っといてもらうのも。そういうもの？冗談。ねえ、ちょっと、あんたんちってすごいらしいけど、私だって干されてなんかないんだから。なんだろう、気にしちょるんか。写真集の話だってあるんだから。オケいなげな髪じゃの、チリチリ。知ってる？ヒロの正吾って。知らん。初めて来たの。すいません。どうもどうも。怒ります。写真家の広野翔吾さん。広野です。望月と申します。お母さん、めこさんです。はい。引っ越してきたんだ。え、ああ、今は。今は、じゃあこれからはどこに行くの、望月さんは。東京です。そんな戻りたいの？ここには居場所ないんです。でも表紙でもそんな顔してたよ君。夏ね、何かお聞きしたいことあったら聞いていいんだよ。あ、そうそうそう。なんで私なんですか？君はカメラの前じゃないと呼吸できないんだね。さすが広野さん。どう？私本当に脱がなくていいんですか？いやいや、脱ぎたきゃ脱いでもいいよ。違います。もう冗談だってば。夏目ちゃんさ、いい写真撮ってもっと遠くまで行ってみようか。何するんですか？ここはうちのもんじゃ。お前らこそ何やっちょる。あれも俺のもんじゃ。こうちゃん待って。
の子に勝ちたくて写真集の話受けたんです。私勝てるかな。勝てる？だってさっきあの子君のこと俺のもんだっつってたでしょ。レンズの向こうに届けに来たんじゃん。お母さん、大友来たよ。はい。あ、ご苦労様。いつもありがとうね。毎度どうも。なあ、なあ。うん？ちょっとね。うん。お前な。ほんまにヌード撮ったんか。何言ってんの。やっぱデマか。なわけないでしょ。写真集は撮ったけど。やっぱそうか。夏目、はい、ありがとう。そんなん見てしもたら学校で望月と顔合わせた時さ、どうしたらいいか分からへんくなるわ。バッカじゃない、スケベ。おう。スケベじゃ。お前の母ちゃん綺麗じゃの。あんた年上好きなの？うん、あの顔が好み。え？顔が好み。何？夏目ちゃん、こうちゃんは天の弱なんじゃ。夏目ちゃんの気を引きたくて干されたなんて言うんじゃ。え？プラムじゃ。ああ、あんなのもう気にしてないよ。芸能界は厳しい世界じゃけ。浮き雲でこうちゃんと幸せに。あ、それこうちゃんとお揃いやね。そう。あ、でも色違うし、こんなん誰でも。分かっとるよ。こうちゃんのは特別じゃけ。あれはね、先祖代々からこの町を治めてきた一家の証じゃ。誰でもモテるもんじゃないよ。そうなんだ。スタイリストさんからもらっただけだけど。うちこうちゃんと夏目ちゃんが付き合えばいいって思っちゃる。え？転校してきた時に思ったんじゃ。浮雲一の美男美女じゃけ。こうちゃんは家を継いで、夏目ちゃんが奥さんなら完璧じゃ。きっと可愛い子に写真集。見せろ。ああ、よこせ。やだ、ついてる。あれか。
本当は私すごいでしょ。あんたに見せつけたかった。なんかそれ私じゃないみたいなんだよね。広野さんの腕で仕上げてもらっただけなんだよね。鏡見てもそんな女の子いなくてさ。お前じゃないの。お前いつもこういう目で俺のこと見よるぞ。私こうちゃんのことずっと近くで見ていたいなと思う。こうちゃんのこと怒らせたり勝ったりすれば少しは近づけるのかな。よくわかんないけどそんなこと思った。ああもう何泣きそうだったのかな。前のせいで走ったからじゃ。おお切ったのよ。反対じゃ。じゃあさ、別居しよう。え、私夏目連れて東京戻るね。ね、夏目そうしちゃおう。お母さんありがとう。でも無理しなくていいよ。夏目、私写真集やったらなんかね満足しちゃったんだ。ゆうともたくさん友達できたでしょ。うん、めっちゃできた。そうだよね。じゃあ学校行ってきます。行ってらっしゃい。うん、行ってらっしゃい。出てかないよね。出てかないよ。こうちゃん、もうなんで先帰っちゃったの。もう一緒に帰りたかったのに。うん。ねえねえ、ひろのおさんが今度映画撮るらしくて私声かけられちゃった。でもやめちゃおっかな。だってこのまま仕事続けてたらこうちゃんといる時間なくなっちゃいそうだしさ。私はこうちゃんが一緒にいてくれればそれでいいんだもん。つまらんの。つまらない。お前だけは分かっとると思うとったわ。え、力があったら使いたいんちゃうんか。芸能界に入ってる私のことが好きなの。それならさ私やるよ。こうちゃんが決めて。もうなんで私のこと好きじゃないの。お前は綺麗じゃけ自分のもんにしたろう思うとったが、もうええわ。やだやだやだ、私面白く生きてみせるから。俺の言う通りに面白っかいの。こうちゃんが後悔するぐらい私面白くなるよ。そん時泣いて取り下げたって
ないから。それってつけとけ。お前のことを守ってくれるかもしれん。じゃあこれあげる。私の念でこうちゃん守るから。大友、はい、お前夏目ちゃんと同じクラスじゃろ。マジか大友。まあはい。 LINE 聞いてきてや。それか留守写真撮ってきてや。いや俺全然仲良くないんですよ。それに実際普通の女子って感じですけどね。お父さん、これで最後です。私のことを撮ってください。お父さん、これで最後です。私のことを取ってください。夏目、お客さんからお菓子いただいたから来ないの。うん、わかった。大学院の方で民族学を勉強してまして。ああ、そうですか。民族学。ええ、研究の一環で。一度は来てみたかったんですよ。ああ、この浮雲の火祭りは、まあ、一応最古の祭りですけど、うん、はい、ああ、かわいい。ああ、ほら、お礼言って、うん、ありがとうございます。いえ、どうも。そういえば夏目も初めて行くんだよね。うん、そうか、いよいよ夏目も火祭りデビューか。デートで行くんだよね。お母さん、長谷川さん家の小一郎君とか。あそこはまた立派な家じゃの。立派じゃろうがなんじゃろうが俺反対じゃ。夏目にはまだ早い。うるさい。ほら行っちゃった。何がね、まだまだ子供じゃ。何が、まだ中学生じゃ。なんじゃ。あ、もう帯外れちゃった。せっかく母さんがやってくれた。こうちゃん、うちらって付き合ってるんだよね。そうじゃの。こうちゃん、私いなくなっちゃうの。いつでもつないじゃるけ。うん、いつでも捕まえててね。私も火祭り参加したかったな。女人禁制じゃけ無理じゃん。ああ、見てるだけか。こうちゃん、私のこと見えるかな。メンつけとるけ無理じゃ。なんでよ、いつ目合うよ。
君のおじいさんが倒れて、お父さんとお母さん先に病院行って夏美ちゃん探して連れてきてくれって。とにかく急ごう。近道だよ。それに救急病院だから夏目ちゃん知らない病院かも。あ、こうちゃん。おい、夏目見かったか。おじいちゃん倒れたって。今男の人と病院に行った。え、東屋のじいさん、さっきそこらで犬探し回っとったぞ。でどこ行ったんじゃ。一緒に車に乗ってた。どんな車じゃ。上に自転車つけた。そう、夏目の客じゃ。青色の車、東京ナンバーじゃったぞ。夏目ちゃん、怖がらないで聞いてくれる？僕はね、君がデビューした時から不思議な運命を感じてたんだ。僕のこともしかして変なやつだと思ってる。僕はね、夏目ちゃんとは一つになるべきだと思ってる。でもさっき夏目ちゃん、生意気そうな男の子とキスしてたでしょ。今日のために練習してくれてたんだね。これからが本番だよ。おとなしくしてて。笑ってよ、あの写真みたいにさ。夏目ちゃん違うって。夏目ちゃん誤解だよ。
さんお待たせ。大丈夫よ。僕が幸せにするから。大丈夫か？大丈夫か？何やったんだ？したら君と僕は同じ人間なんだ。つめちゃん、一緒だね。一緒に大人になろう。リラックスして。柔らかいね、あずみちゃん。おじいちゃん、おはよう。おお、おはよう、夏目。高校はだいぶ慣れたか？うん。夏目は美人じゃからの。じゃあ、行ってきます。望月夏目じゃ。今日もぼっち飯じゃ。落ちたもんじゃの。なんでじゃ。かわいいが夏目ちゃん。なお大友、同じゅうじゃろ。うん、かわいいね。でもあんな裁判沙汰なったらの、ちゃうちゃう示談じゃろ。やられちゃったのバレんようにするためじゃ。刑事事件にしたら合格罪じゃ。産婦人科検査せんとかんもん。したらアウト、チュートルようなもんじゃ。犯人なんもしとらんように決まっとるしな。芸能人様じゃもん、イメージ最優先じゃ。実際示談が安全じゃ。なんなら芸能界どこか嫁にも行けんくなるけえの。お前らさ、品ないよな。俺飯食う気うせた。元気そうじゃんの夏目ちゃん。うち心配しとったんじゃ。ブレザーも似合うちょるの。お人形さんみたいじゃ。かなちゃんも似合ってるね。すごくかわいい。夏目ちゃん、こうちゃんに会いたかったら港の方に行ったらええよ。最近はよくあの辺でたむろしちょるから。
こうちゃんも夏目ちゃんに会いたいはずじゃ。まだ行くよ。じゃ。おっす。お前そこで食うちゃんか。うん。なに？大友って眉毛整えるようになったんだ。お前失礼やぞ。ごめん。話すのいつぶりじゃろうの。これ来いよ。落ち着け。おい。なんでそこじゃ。こっち来いよ。なんか食べるか。みかん。いらん。お前最近コート合っちょるんか。全然。だって別れたもん。OK。どうかしたの？いやあいつ最近高校入ってから変な連中とつるむようになってさ、暴れまっとるらしいで。へえ、そうなんだ。何考えとんかの、こうは。お前ら、なんで別れたんじゃ。なんでって、今さら。今さらかな。お前にとって、今さらなんか。毎朝、お前見とったらよ。離れることが、お互い傷つかない唯一の方法だったから。意味わかんないでしょ。いや、ちょっとわかるよ。お前もこうもさ、あの頃特別に見えたからな。あの頃。それじゃの。これ。うん、うまい。そやろ。東京じゃ吸わんの。吸わないよ。あ、そう。俺いつも吸ってるけどね。はい。前毛やめんしゃん。なんかな、望月さん、困ったことあったら俺に言うてええからな。
箱を出したまえしょんべん。ついてきとるんじゃ。ちょっとこうちゃん久々にお前の声聞いたわ。おい夏目パンツ見えとるぞ。ちゃん何考えてんの？バカアホストヤンキー前髪長すぎ性格悪すぎなんだよずっと逃げ回ってたんだよね。ずっと待ってたんだよ。私こうちゃんのことずっと待ってたんだよ。もう夏目夏目バカじゃない夏目見た。こんなにバカになっちゃったんだね。お互い様じゃろ。もう夏目青春ごっこなんてやめえ。大友といると明るい気持ちになれる。逃げ場があってよかったの。逃げちゃダメなの。私ずっとこのままでいなきゃいけないの。いいよね、こうちゃんは。私のことなんて忘れちゃうんでしょ。お前の王じゃん。私は一日もあの日を忘れたことなんてないよ。こうちゃん、なんでやっつけてくれなかったの。俺たちはよどうも幻想を見合っとったんじゃの。
してよ。こうちゃんの手で私の喉に触ったでしょ。困れんのはもうごめんじゃ。もう俺に関わらんで。ふい。ふい。あ。あ。姉ちゃん。あ。姉ちゃん取れるかな。姉ちゃんどうしたの。タオル取ってくる。したんだ。バッティングセンター初めて来た。マジで？うん。もともは？俺しょっちゅう来るよ。常連さんやもん。野球好きなの？好き。いいね。たくさん好きなものがあって幸せそう。お前バカにするやろそれ。お前もさ、そういうもんあるじゃろ。私はいいの。大友は海好き？うんうん、海好き。お家漁師だもんね。継ぐんでしょ？いや、兄ちゃんが継ぐけ。俺はここ出ていくと思う。そうなの？うん、大友はずっとここにいると思ってた。ここにいたらさ、見れへんもんがあると思うし、お前かって出ていくんじゃろ？わかんない。将来に何のビジョンも浮かばないし。パリか。は？またモデルになるんじゃろ。パリに行くんとちゃうか。何アホなこと言ってんの。何がアホなことかい。俺真面目に行くんかよ。ここでパリってお前そういうの好きなんじゃろ。パリを？おかしいかな。でも俺ら高校生やで。なんかそういうアホみたいなこと考えてるぐらいがさ、ちょうどええんちゃうの。そうだね。そうかもね。
おっしゃ景気づけじゃ見とれ見とけよ見とぞ俺のナイスバッティング俺のナイスバッティング俺のナイスバッティング見とけよっしゃちゃう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 これ私もできるかも違う違う違うほら見た見てたやろ見たか今の俺のナイスバッティング来いよっしゃこれ100円入れるんだよねえこれ100円入れるんだよ入れろがんばれいけもちづきあ甲子園目指そうぜなんか見てないけど楽しいほらかパンほらいいねどう当たっとるかあねえ、大友あ好きになんないよあ俺友達でええよ明日映画でも見に行かへんか？え？映画好きなの？もういいな、何でも好きになれてお前、バカにしちょるじゃろってうん？本当にいいなって思ってる？ありがとうね。ゆっくりしてって。大友、ちょっと待もう大丈夫。ごめんね。うん、まあもうええじゃん。寝とれ。映画行きたかったんだけど。そやな。まあでも、いつでも行けるからな。お見舞いじゃ。俺特製スペシャル風が吹っ飛ぶ元気もりもり CD じゃん。怪しい。聞いてみ。おいとく。な。うん。ありがとう。うん。おしゃれさんなんじゃの。見してみ。友達じゃろ。この指だけ色がちゃうんじゃな。なんか椿が咲いとるみたいじゃん。望月はよ、こうが好きなんじゃろ。
なら、えらい二人のことでよ、俺は入れん言うか。だからまあ俺はその付き合うとかはな、ええんじゃん。はあ、何勝手なこと言ってんの。眉毛まで整えて眉毛はまた言う。おしゃれな眉毛よく見せてお前はな、性格悪いやつやの。お前も見せろや、眉毛。いや、それはできない。見せんじゃん、友達じゃろ。その眉毛、このおしゃれさんの眉毛見せんしゃい。眉毛。あ？眉毛。眉毛。餅月。大友。餅月。大友。見せんしゃい、この眉毛を俺に。自分は見えてるけどね。餅月。眉毛。夏ね。俺が笑わせちゃるけど、何でもしてやりてんじゃん。うん、大友、頑張らなくていいよ。いや、頑張らせて。何この握手。わからんとにかくな、元気ボリボリじゃ。風邪直せ、笑いにしゃ。待て、お前の面は何ちゅう顔しちょるんじゃ。そんなもんつけたら魂焼き尽くしてしまうわ。そうなったら面どころかお前の身を捧げることになるぞ。神さんにけ。上等じゃ。もしもし。夏美ちゃん、久しぶり。元気でやってる？ええ、まあ。いや、そろそろさ、ほとぼりも冷めてきたし、お仕事続けない？仕事って。いや、やっぱり夏目ちゃん、人気高いんだよね。大人いないっていうか。ヒロノさん、また映画撮るらしいんだ。しかも、今度は夏目ちゃんの主演で考えてるって。まあ、ストーリーはさ、また読んでもらって考えなきゃなんだけどさ。いや、もちろんご両親が OK してくれればっていうのもあるし、いや、僕からもいずれご挨拶するけど。すみません、無理です。もうそんな気ないから。あ、いや、シナリオだけでも PC 送っとくから読んでみてよね。やっぱり夏目ちゃんか。どこの田舎娘かと思った。夏目ちゃん、何写真撮られてんの。芸能人じゃけ、あっちで大友くん待ってるよ。どうしたんですか、急にこんなところで。いや、夏目ちゃんが全然返事くれないから直接ここまで説得に来たの。わざわざ東京から。うん、いや、でももういいや。なんか今の夏目ちゃん見たら撮る気なくした。やっぱ会ってみないと分かんないもんだね。ね。いや、でもまあそういう意味ではこれ知れただけでも浮雲組んだりまで来れてよかったよ。勉強になった。ありがとう。ちょっと待ってください。何なんですか、いきなりやってきて。あのシナリオだってひどいじゃないですか。
なんで私があんなレイプされる役わざわざやんなきゃいけないんですか。ひどいシーンばかりで、なんでこれ以上晒し物になんなきゃいけないんですか。いいじゃん晒し物、あんたそういう変態でしょ。望月どうしたんなら。え、君がさ、夏目ちゃんの今の彼氏。そうです。君たちすごいお似合いだね。君とだったらもっと遠くまで行けると思ったんだけどね。じゃあね、元気で。多分会うことないと思うけど。おい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 、なんじゃあいつ。ごめん、おと。今日は一人で帰って。望月、おい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 、望月。お前なんじゃ。こっちが聞きたいよ。帰るや。そんな風にしちゃうの。自分をすり減らすようなことしないでよ。こうちゃんだけでもキラキラしたまま生きていてほしいの。なんか答えてよ。お前の言う輝かしいこうちゃんはもう死んどるんじゃ。
じゃあ私たちあいつの呪いにかかったまんまなんだね。心中したんだね。一緒にダメになっちゃったんだね。ねえ、海も山もこうちゃんのものだよ。全部がこうちゃんが遊んじゃいけないものなんてないよ。そういう風に触ってよ。怖いんか？怖くない、嬉しいよ。なんで私に出会ったの？なんで私をおかしくするの？私こうちゃんには何だって全部捧げられる気でいたんだよ。大っ嫌い、もう大っ嫌い、もう大っ嫌い。お前は綺麗じゃけ自分のもんにしたろう思うとったが、もうええわ。こうちゃん、浮雲から二人で逃げちゃおっか。もうこれが最後じゃ。こういうことするの？会うのじゃ。なんで？お前は俺のことなんか追い越してくれや。何言ってんの？お前とおるの面白かったの。冗談やめてよ。おう。夏目、初めて会った時光って見えたわ。そんなわけないじゃん。お前の天職はよ、もう分かっとろうが。そんな、私が何のために生きるか私が決めるべきでしょ。ほんならお前には神さんはいらんじゃろ。じゃあこうちゃんは？ここで神さんと生きるんじゃ。俺は出れん。いい。それならここにいるよ。何にもいらないもの。そうやって追い出そうとするんだね。そうかもしれんわ。私こうちゃんといたいよ。もう離れたくない。夏目、遠くに行けるのがお前の力じゃ。どこに行ったとこでお前は綺麗だったよね。そんなことないよ。俺はよ、お前に何にもしてやれんのじゃ。やだこうちゃん。誇り高く降りたかったわ。お前が望んだみたいによ。
と姿見せんでくれ。すまんの。なんかさ、あ、適当に座っといて、そことか。大丈夫なの？え？あ、大丈夫。開店まで全然時間あるから余裕。なんか飲むよな。はい、それ、そっち、こっち持ってて。夢マグロモリモリ元気ミックスです。どうぞ。ねえ大友。うん、なんやその顔は。アンジュエ美少女やな。よし、ほら、なんか歌えよ。カラオケパーティーやで今日は。俺何歌うねん。どれや、さっき歌うで。俺大友歌っちゃるぞ。うん、別れよ。私、映画出ることにしたんだ。だから東京に行くの。俺、遠距離でもええよ。無理なの。無理って。そんなこと勝手に決めんなよ。一緒に解決策。ごめん。私の勝手、仕事だけにしたいの。私なんか力ないから、せめて願いを一つだけにして、逃げ道なくさないと夢叶えることなんて。こう？こうか。俺じゃダメなんか？嫌いになって。大好きじゃん。こんな私なのありがとう。笑ってやな。笑ってよ。笑ってよ。なあ。笑え。歌っちゃうから。
聞いとけよ。はあ、テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってね、ピアノもね、バーもね、お前に毎日ぐるぐる、朝起きて富士連れて2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね、バスは1日1だけ。やだやだ、ここが嫌なやろ。東京行くねんな。行くやろ。頑張れよ。はあ、ギターもね、ステレオね、生まれてこの方見たことね、キスタもね、つぼいもね、全く若者俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握ってトロゴム、薬やね、映画もね、たまに来るのは紙芝居。おらこんな村嫌だ、おらこんな村嫌だ、東京へ出るんだ、東京へ出たなら銭こは食べて東京でベコを買うんだ。ガーガー、おら行くぞ、歌うぞ、歌ってください。死んでたら元気出せよ、頑張れよ、頑張れよ頑張れやったー。ほら、はあ、ディスコもね、のぞきもね、レーザーディスコは何者だ、カラオケはあるけれど駆ける機会を見た方ね、あ、新聞ね、雑誌もね、たまに来るのは回覧板、信号ね、あるわけね、オラの村には電気がない。ほらこんな村嫌だ、ほらこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出たなら銭こは貯めて銀座に山買うだい。がおらこんな村嫌だ、おらこんな村嫌だ、東京へ出るだ、東京へ出たなら銭こは貯めて東京でベコ買うだい。がありがとう。友達や、今度こそ頑張れよありがとう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また夏目ちゃん芸能活動な、うん、怖い世界じゃろ。頑張ります。あんなことがあったのに。子供を守るのが親の仕事です。髪切るのもいいですね。いいかもね。いや、おっしゃることは分かります、うん、それでも何があっても自分の娘ですけど、結局信じてあげることしかできないんですよ。うん、おう、お前出んのか。いや、今年は店の手伝いじゃん。後で一回聞くに来いよおう、お前はやっぱそういうのがますます似合うようになってきたの。あ、何がじゃ。やっぱな、そういう方がお前っぽいわ。なんならお前もよ、ますますイカが似合う男になったの。うるさいわまあ俺はイカ焼きではおらんけどな。こう動きたいじゃん、こうだけに。会おうか。火祭り頑張れよ。おう、お前もの。俺は青春をな、イカ焼きに捧げるんじゃ。おう、そうけ。血気盛んな天狗がおるのう。よし、なおちゃん
さっきの人おかしなかった？あ、この村のもんじゃろう。白装束着とったか。あんなお面こうちゃん作ってらんかった。どこがじゃ、女じゃったぞ。中取るわ。ちゃんと一つになりたいよね。今日は二人の記念日だ。こうちゃん、こうちゃん。なんでこんなの持ってんだよ。大丈夫だよ。夏目ちゃん落ち着いて。大丈夫だって。僕が幸せにするから。なんで分かってくれないんだよ、夏美ちゃん。こうちゃん、助けて。分かってくれよ、夏美。
父ちゃん全然足りないよ。ただ一度じゃ殺して早く殺して。やあ父ちゃん、父ちゃん行け。僕がここで死んだら明日の新聞に集めさんと一緒に並ぶんだ。一生消えない影になるんで、そうなれば夏目ちゃんの世の中人生は。父ちゃんに会わんで。国際映画祭最優秀主演女優賞の望月夏目さんです。望月さん、今回の映画どのようなお気持ちで臨まれたんですか？私も16の時田舎から東京へ来たので、主人公の気持ちと重なるところが大きかったです。私が認められるたび、いつも心でささやく。みんな知らないでしょう。喜びでしょうね。こうちゃんもっとすごいんだよ。ええ、見守ってくれてると思います。私の神さん。
ああ、まるであの頃の全能感が蘇ったかのよう、はい、すごく思い出の詰まっている場所です。そんな渾身の思いが今回の受賞につながったというわけですね。本当におめでとうございます。リラックスしてるじゃん。呼吸できてるね。本日は特別映像をお借りしています。主人公ゆき子が田舎を離れ上京するシーンです。それではどうぞお楽しみください。会ったことは何も気にせんで、お前はお前の武器で天下取るところを俺に見せてくれや。ずっと見ちょるけえの。この海も山も母ちゃんのものだ。私も母ちゃんのものなんだ。山空雲太陽月波雨緑ぬかるみ風花鳥石光マイク影運動運動バカバカスコーンアホジロー黒黄色赤黄色赤オレンジみかんゆうめーほなひとみまなこつよかりなきむし思い出まばたき背中髪いつくしみ線香あなた夏目父ちゃん元気でね。おお元気でな。見ていてね。おおちゃんと見とるけど。神さん。神さん。私の神さん。